石油丼は新朝統治時代の台湾で発生した暴動の指導者。昇華二林情保新水槽出身。1885年に台湾省が設置されると、順部の流明殿は近代化政策の財源を開拓するために、1886年から土地測量事業を開始したが、一部の地方官が功績を焦り、構成を書くケースが発生することがあった。 消火地検の李吉美党も測量事業中に措置が不当だとして民衆の抗議を受けた。李吉美党は死刑で民衆を威嚇したため情勢は緊迫化した。1888年、消火の各地に測量事業に抗議するビラが貼られるようになった。10月5日、石油ドンは数千の民衆を率いて消火県城を包囲し李吉美党は城内に立てこもった。翌日、 カ吉に駐屯する、武武氏右衛帝徳、主幹アキラが兵を率いて、応援に駆けつけたが、場外の群衆によって殺害された。11日、林浅宗が軍を率いて、包囲を解き石油ドンらは死産して逃亡した。幹部は石油ドンの捕獲を目標としたが、民衆は石油ドンに同情的で、かくまったために、ついに捕らえることができなかった。 石油丼の引き起こした暴動は、流明伝の近代化政策があまりにも急激で細かな配慮ができなかったことから、民衆の反発を受けた結果ということができる。ありがとうございます。